い、こちら可愛いものです。今日はですね、まあね、検証を行いましたので、その検証動画の方をね、公開したいと思います。これはね、どういった検証かというと、いわゆるまあ簡単に言うとですね、いわゆるそのバイクのフルフェイスヘルメットをかぶった状態で、催涙スプレーを使用すると効果があるのかという動画です。まあおそらくこれが世界でも初めての検証になるのかもしれません。ちょっと私もね、確認してませんので 100% そうだとは言えないんですけども、今見た段階ではちょっとあまり見たことはないですね、実際問題でですね、まあね、どうしてこういったような検証を行おうかと思ったかと言いますとですね、まあ基本的にそのうちに見えておられますその受講者の方がどうしても検証したいということで遠方から来られました。でその方以前もね検証に携わった方なんですが、はいはい、あっ、まあね、どうもそのフルフェイスヘルメットをかぶった状態で襲撃されたという事件が、いわゆる集団暴行のようなね事件が発生したと。ですからそういったそのフルフェイスヘルメットをかぶった状態の襲撃者に対して、いわゆるその催涙スプレーというものは有効なのかどうか。でもちろんその素手での対応というのはかなり難しい、危険ですので、催涙スプレーを使いたいと。であるならば、その催涙スプレーの効果というのは実際にあるのかどうかということを検証したいということです。そしてですね、まあ私もちろん、まあそれは分かりました、やりましょうということなんですけども、その、実際にあった事件で、フルフェイスヘルメットを使ってですね、いわゆる被った状態で、襲撃してきたっていう事件は実際あるんですよ。結構あるんですよね。で、その、まあある、まあこれは2017年、3月の、事件なんですけども、いわゆるその大分県宇佐市の方の認定こども園というね、この子ども園の方でですね、いわゆるその刃物を持った男が侵入してきてですね、その小学3年生の男児女性職員2名を襲ったと。で結局その男が取り押さえられて、なんとかその人が亡くなったりとかね、そういった重傷を負うとかいうような事件には発展しなかったんですけども、この時にですね、男はフルフェイスヘルメットをかぶって、かつ刃物と竹刀を持っていたということなんですよね。で男はですね、刃渡り19センチの刃物を持ってたということです。で相手はこう発狂しながら来たんですよね。でまあ原因はいろいろあります。犯人が引きこもりだったとかね、もしくはその縁の声が声というかその騒音があったとか、まあもう実際なかったんですけどね、まあ、思い込みが激しいというか、ね、いろいろな問題があったんですけども、で、まあ、その際にフルフェイスヘルメットをかぶって襲ってきたということなんですよね。ですからその今後ですよ、まあ、例えばその施設の方ね、この前相模原の方で事件が発生しましたよね。ああいった施設で働いて見える職員の方とか、もしくは学校ね、教育機関施設ね、そういった場所でですね、いきなりその犯人が襲ってくる、いわゆるその襲撃者が来るということはもちろんありますよね。不審者だとかね。でその中でですね、相手がですね、もちろん刃物は当然なんですが、フルフェイスヘルメットをかぶった状態で来るということはもちろん想定しなきゃいけないと思うんですよね。ですから私今回の検証もまあ、その方がしたいということなので、私いろいろ考えてですね、前回行わせていただいたんですけども、催涙スプレーのね実験をね、でその時にですね、ちょっとまあ結構掃除したりするのがまた大変なんですよね、あれをね、事後のね、で1時間ほど掃除したんですけども、それがちょっと大変なので、今回はちょっとこう閉鎖空間のところでですね、プラスチックの袋をかぶって行いましょうということで行わせていただいたんですよね。でですね、どういった結局その結果が得られたかっていうのは、まあ、動画見ていただいたらすぐ分かりますので、
ちょっとね、動画の方をね、ちょっと確認していただきたいと思います。はい、ではどうぞ。視界どうですか？だいぶ、まだ全然いける感じですね。見えますね。で、曇りもそんなにそこまでない。今上がった時はちょっと曇りますけど、そんなに、割とすぐになんか晴れてくれるんで。はあ、はあははあ、は。わかりました。で、まあ、今は空気穴が閉じた状態ですね。完全に。空気を閉じてますね、これは。はい。でこう、ちょっときますね。来てますよね。来ますね。ちょっと外出てください。ちょっと中入っていいですか、今聞いてますね。でも眼球は作用してないです。鼻も来てないです。鼻も聞いてない。まあもちろん眼球聞いてない、鼻も聞いてない。どこですか？今下ね、下でしたっとこう。顎の辺。喉の辺。なんでしょう、この辺跳ねて当たったんですかね、跳ねて、うん、でも口には直接入ってないんですね。入ってはないですけど、周期が入ったってことですね。はい、いや、どうなりました？いや、めっちゃ苦しくなって、要は鼻というか口の方から口呼吸ができないってことですね。口呼吸ができないので、いや、ほんま苦しくてすぐヘルメット捨てちゃいました。ああ、それは本当に苦しくて攻撃できるような状態ではない。いや攻撃できそうでした。いや、攻撃、まあ、多分めっちゃ頑張ったらいけそうですけど、でも、うん、それよりさっき苦しいんで、ちょっと、なんかそれよりかはちょっと、動けないっていう気持ちが。今、かなり苦しそうな顔しましたけど。そうですね、口呼吸が苦しいんで、すぐに、もうヘルメット捨て、ああいや、もう捨ててそうで、だからもう、やっぱ戦えないですね。今ちょっと口呼吸がもうあれですよね。一発目で、まあでも逃げるだけの時間稼げるってことです。そうですね、もう追っかけるのは厳しいです。そう、うん、だからまあかけ方だとフルフェイスの完全に閉じた状態だと多分開いてた状態から効いてますよね。多分効いてますけども、多分閉じた状態であれば下ですね、下へ入れていけばいいと思います。ちょっと首の辺ですね、首の辺狙って、はい、そこから跳ねるような感じでこういう感じで、下からこういう感じですよね。まず例えばタイルスプレーで、あのガラス部位を完全に、まあ、覆っておいて視界を不良にさせておいてから、もしくは少しずらして顎もしくは首の辺ですね、下の部分が空いてるので下の部分からかける感じですね。そういう感じですね。それだと効くということですね。まあもちろんある程度の接近は必要かもしれないですね。そういうことです。苦しくて外したんですか？もう苦しくて外しました。もうつけてられる感じではないって感じですか？そうです。多分つけてたらもう無理ですね、やっぱり。だからもう一回、それからもう一回外してから外した後にもう一回かけれるんですか？フルフェイス脱いじゃうんで、どうせ。苦しくて。ね、もう一回かけるんで、そこに。動けないですね。そういうことですね。2度かけるかがいいっていう。まあ、もしかしたら3回か。あのガラスの部分に吹きかけておいて、下のか、あのフルフェイスの下の部分からかけておいて、顎、喉を狙うんですかね。この辺を。ここだけ空いてるので、ここが塞がってても入ると、周期が。上へ入っていくと、上昇していくと。で、その状態で、相手が苦しくて外した時点でもう一回かけるという感じですね。はい。はい、以上です。検証終わります。
はい、いかがでしたでしょうか。で、見ていただいたら分かると思うんですが、いわゆるそのフルフェイスヘルメットというものはですね、いわゆるその空気孔というものが上2個、そして下2個と、まあ、平均的な空気孔の位置なんですけども、上と下にあるんですよね。で、その時にですね、まあ、いわゆるその、まあ、バイクが乗って見える方からの意見なんですけども、前方から来た風をですね、中まで通過させて、後ろへこう抜けていくというような穴がまた後ろについてるんですよね。ですからその、空気が循環できるようになっているということなんです。ですから、ここに空気孔があると。もしくは、ここ開けれるようになってますよね。ですから、その今回、試したのはですね、いわゆるその空気孔を、まあ、オン・オフでオープンできる、もしくはクローズできるんですよね。調節できるんですけども、オープンにした状態であれば、サイレンスプレーかければ、いわゆるその周期が中、噴霧というか、その霧状のものがですね、いわゆるその成分が中まで入ってですね、影響を与えることができるんですよ、瞬時に。ですから、オープンにした状態であれば、まあ、速攻で効果が出ると、ね、そちらの部分に吹きかけるってことは簡単なので、意外とね、いいんですけども、では、その、完全にクローズした状態、この部分ね、前の部分も閉じている、もしくはこの空気孔の部分も調節して、いわゆるそのクローズの状態になっている、両サイドね、状態で、果たしてどうしたらいいのかということなんですよね、一番大事なことは。で、実際にですよ、完全クローズした状態で正面の位置からそのサイレンスプレーを噴霧すると効かないんですよね。これはもう絶対的にいいですか、なかなか効かないと思います。難しいと思います。ですから一番重要なのはフルフェイスヘルメットのね、人間に対して、まあ相手の身長だとか自分の身長にもよるんですけども、その角度的にいわゆる45度以上というんですかね、いわゆるその下の角度からかけていくということになります。で、その下の角度からかけていくときに、相手の顎だとか喉を狙って下から斜めに入っていくっていう形が一番正しいと思います。もちろんその角度をどんどん下へ変えていけばもちろん効くんですけどね、かなりの角度で下から入れていけばもちろん効きます、こちらの部分ね。で、今回はですね、まあ、45度以上でいってると思います。ちょっと私も完全にかけてる時の状況っていうのを覚えてないんですけど、だいたい今45度以上でかけてますね。で、その下からの状態でいわゆるその顎の部分を捉えること、もしくは喉の部分を捉えることができれば、そこから周期が入っていくということですね。で、必ずここがクローズ、ここがクローズ、ここがクローズの状態ね、であれば必ずどこかからか空気が抜けていかないと完全に曇ってしまうんですよね、状況的に。ですから下の部分から空気っていうのは出入りをするわけですよ、この下の部分からね。で、形状によってはここが完全にないカットされているものもあります。ですから今回はもうもっと難しい完全なフルフェイスの状態で、かなり下まで防護されている状態のものを選びました、あえてね。難しい、一番難しい状況のもので、実際に下からかけていった時に、中までいわゆるその成分が入り込んで、そして影響を与えたということです。はい、いいでしょうか。で、これね、見ていただいたら分かりますけども、速攻でね、聞いております。ね、まあね、かけ方というのがありますので、実際問題、その、どちらにかけるのかっていうのは状況的にありますけども、まあ、相手がクローズなのかオープンなのかなんていうのは判断つかないので、一番いいのはフルフェイスヘルメットをこうかぶって襲撃してきたときはですね、いわゆるその、この部分を狙うというのも手かと思います。ね、でもちろんですね、その防護盾というものを施設の方はやっぱり持っていただいた方がいいですよね。それはそのポリカーボネートのものでもいいですし、まあ、いろんなものがあります。もしくはフラッシュライトが装着されているのもあれば、TMM 社が、ね、販売しているようなこのようなね、盾型スタンガンというのも販売してますので、そちらの方でブロックするという方法もあります。それでですね、もう一つなんですけども、その、まあ、前回も紹介したんですが、スピア型、いわゆるその槍型スタンガンというものがもうすぐ発売になります。で、こちらの方もね、また後ほど紹介していくことになると思うんですけども、そういったその積極的に相手に攻撃していく武器というのも手かもしれません。いいですね。まあね、今回このように実証を、検証をね、行いました。で、実際にその方法はあるということを証明させていただきました。いいですね。で、もちろんですね、もうこれをやった後に掃除ね、もう結構大変ですので、なかなかその検証っていうのがね、なかなか難しいということで、まあ、このようにこう
袋をかぶって限定的なところで催涙スプレーを使用して、その後に私に対して刃物を持って向かってくるというような状況を作り出そうとしたんですけども、結局その途中であまりにも苦しくてフルフェイスヘルメットを投げてしまったという状況でしたね。かなり苦しかったと、息ができなかったということですね。私ももちろん食らった経験があるのであれなんですけども、簡単な言い方をすると溺れるような感じだったということなんですよね。溺れるような、もう呼吸困難というか、溺れるというような感覚が、正しいですかね。それぐらい威力があります、催涙スプレーはね。はい、ということでですね、今回そのフルフェイスヘルメットをかぶった検証を行いました。成功しました、ね。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう、ね。また登録の方よろしくお願いいたします。はい、失礼します。